J3 初昇格の FC 大阪がホーム開幕戦を迎えた。昨季 J2 だった岩手グルージャ盛岡と対戦した FC 大阪は試合前まで1勝1敗となっている。会場は東大阪市花園ラグビー場。毎年冬に花園の愛称で親しまれる全国高校選手権が開催されるラグビーの聖地でもある。この日は楕円玉に代わってサッカーボールを主役。スタンドでは選手名を対処した横断幕が掲げられ、スタンドからは太鼓の音とチャントが響いた。試合前には近藤雄介社長36が挨拶。サポーターに向けて今年のスローガンは挑戦です。初めての J リーグですが、狙うのは J2 昇格と優勝です。皆さんの応援が力になってくれています。今季も引き続き応援をお願いしますと呼びかけた。また東大阪市の野田義和市長66も背番号12のユニフォームを着て挨拶。東大阪を舞台とした朝ドラ舞い上がれは本放送は3月31日で終わりますが、 FC 大阪は J1 の頂点に立つまで舞い上がり続けますと力強く話した。 FC 大阪は96年3月にクラブを設立、15年から JFL に所属していた。21年9月に J3 クラブライセンスを取得。昨年は JFL2 位に入った。同11月20日の JFL 最終節でホームに 12,183 人を集めて、ホームゲームの1試合平均来場者数の基準を満たし、J3 昇格が決定。G 大阪、C 大阪に続く大阪で3つ目の J クラブとなった。